臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。本日14時30分、東京湾竹芝桟橋付近から到着した巨大生物は浜松町を縦断し、現在後浜方面に向けて進行中であります。付近の住民は直ちに避難してください。あ、ただいま港区北側